1対2の状況、小池ももうしっかり戻ってます。田辺アリークロス逆サイド、阿部の折り返し、おー決まりました。まあ本当に田辺うまくつながった坂本の折り返し抜けてきた。前で高橋選手がリアで潰れたことが大きかったですよね。はい、伊藤溜めてパス、左シュートだー。